そこせん最近元気だった？めっちゃ元気だった。マジで？うん。いいね。結構なんだかんだね。うん。ちょいちょいホルメンと会ってる。あ、そうなの？誰と会ってんの？フレア様とか。うん。何笑ってんねん。ルイ様とか。配信しろやお前配信しろやもうちょっとしたらね、じゃねえよ。でも元気なんだね。え、なんかフレア様は、うん、ちょっと弾丸で名古屋旅行行ったんだけど、うん、ガンガン言うねガンガン、おい知らねえ、配信しろやひつまぶし食べたいなって思ってヒカキンやん。確かにやってることがさ。でもなんか行きの新幹線で、うん、なんか名古屋グルメで調べたら、うん、なんかめちゃめちゃ美味しいレアハンバーグのお店が出てきて、おえー、これ食べたいって言って、うん、出た、チョコセンのさ、食べたいって言ってたらそのままさ、アウトレットまでぶち連れてかれてアウトレットチョコセンマジで行動力やばすぎて、なんか普通にスバルの家に泊まった次の日とかに、アウトレット行こうよ、今日どうするみたいな、でなんか、まあ、ご飯でも食べるみたいなノリで、うん、ウバーするっていうノリで聞いたら、うん、そのチョコセンがアウトレット行こうよって言い出してでマジで、うん、行ったもんね。行った。だって行きたいって思った時に行かないとつまんないよ。もういやいや、つまんないよじゃねえ。人生ガチエンジョイゼの方。すごいな。そう、だから名古屋行ったんだけど、うん、ハンバーグとあとなんか熊パフェみたいのを食べて、熊パフェ。名古屋飯一つも食べずに。お土産でね、うんうんうん、あのひつまぶしの素と、うん、きしめんと、うん、手羽先とか買って、うん、あとプリンとか買って帰ってきたの。スバルのお土産は？で、次の日に無事すんねん買ってこいよ、スバルさんなんで？そう、で、次の日に、うん、フレア様呼んで名古屋飯返したの。スバル呼べよなんでやねん、スバルも呼んでくれよ。から声かけるわ。あ、オッケー、ありがとう。気づかねえからなるほどね、気を使ってくれたね。そうそうそう、気遣いからの誘ってなかったね。なるほどね、うん、オッケー、じゃあ次から行くわ。やったやった、次から募集かけるわ。じゃあ、うん、よろしく頼むで。